権藤博さんと山崎武さん、中日ドラゴンズの A クラス、優勝確率について。ドラゴンズの優勝確率について二人に尋ねたところ、権藤さんはまず何よりもクライマックスシリーズに勝ち上がらねばならないとし、3位に入る可能性は30で、巨人、阪神、中日。根拠は投手力です。中日は今の投手力を持ってたらここに入らなきゃいかんですよと A クラスに入る3チームを期待も交えて予想。一方、山崎さんはクライマックスシリーズ進出は50、ペナントレース優勝は20ですと権藤さんよりも高めに予想した上で、143試合だとタイガースが抜けてるかなと思いますけど、クライマックスシリーズになればドラゴンズはピッチャーを持ってますから、2、3位から上がってくると、1位に対して裏ローテで当たるから大変だっていう話もありますけど、ドラゴンズはいい先発陣を持ってるんで、順調にいけば十分チャンスはあると思いますと明るい見立てを披露しました。優勝 1%、 A クラス 10% くらいやろ、どう考えても勝つための采配ができてない。ただし監督と言わしかせを考慮しないものとする。投手力なんかないやろ、勝ち系統はロイけどシーズンで重要な先発の方が12球段階レベルでは A クラスも厳しい。今の時期からこんだけ中継ぎ酷使しといて夏乗り切れるわけないやん。毎年投手がいいから延長戦になれば勝てるとか後半になればわからなくなるとか OB が励ましてくれるけど毎年 B クラスよな。立浪がいなくなれば可能性あるが、あれが監督な限りゼロや、素人やドアラ人形が監督の方がまだ可能性があるやろ。143試合あるシーズンを重要試合の勝ち方で逃げ切ろうとして捕まったテレビ場みたいな現状なのに、ここから差し返せとか鬼かW放送上言わなきゃならないとはいえ、さすがにこれは辛すぎるわ。台本 A 発表やめなさいよ W。 一年やって阪神巨人広島と優勝 CS 争えるかって言われたらまあ無理でしょ。中日は野戦病院化したヤクルトベースボールフェスティバル状態の横浜とかろうじて競り合えるかってレベルだし。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。